動いた。知ってるねんな。今分岐器転換しまして、奥の15番線の方に、電車通すようになっております。あと、こちらなんですけど、ロック装置と呼ばれるものでして、こちら、4本の桁からなっております、分岐器の方を固定している装置となっております。あと、こちら電車のタイヤが通るところとなっております。こちら案内面、安定面といいますが、こちら本線では、お客様に、電車の揺れを軽減するためにこちら、曲がるようになっております。で車庫の場合、お客様乗られないので、こちらにはついておりません。非常に乗り心地が悪くなっております。後で電車乗る機会があると思いますんで、その時、乗っていただいて分岐部のところ、乗り心地悪いなっていう体験ができますんで、また、今日しかできない体験なんで。あと、こちら、電車線となっております。電車線なんですが、普通鉄道でしたら多分上に、電車線が通ってると思います。モノレールはこちら、桁と呼ばれるものの横についておりまして、こちら、直流の1500V 流れております。触れると、死にます。死にます。ここまでで何かご質問等ありますか？はい、プラスで出ました。わお、あ、なんかこれ車っぽいか。これしといたら結構つけへん、つけへんで、なんも車もなんかこんな感じで、車の洗車機もなんかこういう感じ。同じ、同じ。あ、臭くなりますよ。
指令されたりとかしますけど、まあ、前の信号が青に変わりました。これで一応進路ができてますからね。これから入れ替えします。音声はね、車内信号って言って、運転台のところに速度が出るんですけども、車庫はございません。あの、ああいう従来の鉄道と違う。それでは、入れ替えを行います。通常はソレーバが運転するんですけど、今回は特別に運転さんが、入れ替えしてもらいますのでご覧ください。それでは出発します。電車動きます。ご注意ください。お待たせしました。電車が動き出しました。これから17番線というところに向かいまして、その後折り返し6番線というところに向かいます。先ほど説明がありました。左手に見えますでしょうか、黄色い柵があるところですね。あそこが6番線です。あそこまで入れ替えを行っていきます。6番線はですね、手作業で車両の清掃が行える場所になっています。車庫内の運転速度なんですが、時速15キロ以下で運転しています。普段お客様が乗られる、本線上の線路と違いまして、曲線カーブが大きくですね、揺れる場合がございますのでご注意ください。一旦停止します。止まった。電車が動きます。ご注意ください。まだ車庫内ではですね、いろいろな作業が行われている場合があります。周りの状況を確認しながら進んでいきます。この後もう一度電車が動きます。これが普通のコンセプトが無になっております。
名に呼んでおります。地面までちょっと近いんでここまでしか下げれないんですけども、普段はもっと下に下がっております。続いてこの工作者なんですけども、単車工作者だけですと、今ちょっとイメージがつかないんですけども、まあ、大体大人の像で、3トンから5トンと言われております。まあ、大人の像はちょっと持ち運べないんですけども、子供の像で約1トンと言われてまして、バッキー約3トン、3トンの像を持ち運べることができるかなと。はい、このように、クレーンが油圧なんでゆっくりじわーりと上がるようになっております。ありがとうございます。簡単に、工作者と、クレーン車の説明以上となりますが、何か質問等ございますでしょうか。何でもいいですよ、ちょっと答えれる範囲で答えさせていただきます。ちなみになんですけども、クレーン車は、どのように動いておりますかと、こちらちょっと見えにくいんですけども、黒いケーブルが伝わっております。大丈夫。そうじゃないですか。